こんばんは。やっぽ。こんばんは。こんばんは。びっくりして抜けてもしもた。こんばんは。さっきぶりです。みんな、こんばんは。5分ぶり。さてさて。お茶飲もーっつ。お茶飲もっつ。Q さん、ありがとうございます。え、さっきも一番さんだったのに。ありがとう。ありがとう。炎のモビルスーツ乗りガロードランさん、ありがとうございます。ピヤー、ありがとうございます。今週毎週配信できたんじゃない、私。やったー。これで一応毎週配信ができました。昨日もちょっとしか配信できてないけど、まあしたことには変わりはない。はい、やった。来週も毎日できたらいいな。いいな。あ、え、待って、私昨日さ15分以上配信した。結局明日もしたのか、そのあれか、変えなかったけどしたのか。はあ、ほうかほうかほうか。その時でも変えなかったんだよね。そう、残念。はい、それではこのあんこちゃんの生写真がもらえるのは1時間切りました。いいですか皆さん、あんこちゃんいいですか。本当にマジでマジマジで最後。え、てか日曜日に配信ができたのもちょっと久しぶりになっちゃってごめんね。配信できる時はします。
それでは、ふわふわ、あ、笠置さんありがとうございます。ありがとう、さっきもなのにありがとうございます。そしてですね、こちらの生写真抽選で30名様に、サイン入りが当たります。ちなみにサインは、卒業後のサインになります。はい、1月11日ベガソンさんありがとうございます。まあそうだね、まあ写真集もそう、実は最初から ST48 と滝野由美子セカンド写真集じゃなくて、そう、滝野由美子セカンド写真集なのでした。でもなんかサインのこととか発売日のこととかはまだ最終活動日が発表されてなかったので、なんか全然その辺について何も触れられなくてすみませんでした。でもそういうことです、そういうことです。はい、卒業後の発売になります。卒業を記念した写真集です。はい、です。そしてそう、この生写真がもらえるのも11月いっぱいまでです。よって私の最終活動日が発表されたことによって、そう、11月いっぱいの生写真となりました。まあそうだね。あ、でそう、最終のお話し会は変わらず11月も23日が最後です。でそれはもともとそうだったから、そう、お話し会が何かキャンセルになることはないですし、新しくっていうのももうないかな、追加し終わったしね。3日間も11月に、ありがてえ、ありがてえ、ありがたいね。なんな、はい、それでは来週の、来週を発表します。来週の生写真の絵柄を発表します。だん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 、あ、この時点でもうちょっとアップっぽい写真っていうのはつむじで分かりましたね。ひょこひょこひょこ、来週がの生写真はこちらです。じゃーん、海です。海です。ナナ様さん、ありがとうございます。あ、綺麗、ありがとう。そう、これね、そう、夕日、夕日です、夕日です。めっちゃ可愛い、えへへ、えへへ、ありがとうございます。そう、夕日ゆみりんです。これは明日からの、やつです。明日からのやつは、明日から1週間ショールームで写真集を予約するとこの生写真が漏れなくついてきますし、この写真はこの写真で、30名様にサイン入りでお届けします。当然は発送を持って返させていただきます。ペコリ、
2個。来週もよろしくお願いします。あ、買っちゃった、ありがとう。この1時間の時はこの生写真がラストです。ラストラスト、あんこちゃん、今の生写真は明日の配信からのお届けになります。こちら、これもうあと40分、あと50分したら非売品になります。こちらの生写真は、はい、ですです。ヤーモさん、ありがとうございます。ありがとう。いや、あ、なんか変な感じになっちゃった。あ、大変、なんか変な感じになっちゃった。あのね、あ、大変、あ、みんなにわかんないだろうな。あ、トラワニヒロさん、ありがとうございます。なんかあのね、その写真集の購入のさだけ見れるところがあるじゃん。そこからコメントの方に戻っても後ろに表示されたままになって、コメントとそのログが重なった状態みたいになっちゃう。わかる？状態は分かってくれるかな。多分みんなは全然そんななってないと思うんだけど、そう、私は今いきなりなった。そうなの。なんか今から、そう、なんかのバグか、そう、なんかのバグ、私なったことある、これ前の写真集の時も。でも大丈夫、あの、なんかそう別に影響はない、ただコメントの背景が購入ロゲになったぐらい。へへへへです。どれくらいかな。ぷはぷは、ここには見れるのか、そう、逆に見れすぎてる。あ、森蔵さん、ありがとうございます。逆に多分今から購入した方は私の背景になります。背景になります、固定した。でも、ね、そこ自体はね、更新されていくの。あ、ひらりんさん、ありがとうございます。だからヒラリンさんが一番上の状態で固まってるって感じ。今そう、つどつど更新はされていくけど、そうで、気づきやすいね。気づきやすい、めっちゃ気づきやすいよ。なんか2画面で見てる感じ。そう、両方見るの便利。え、便利になった。なんか全然コメントも読めるし、うん、便利になった。さあ、あと45分間です。あんこちゃん。あんこちゃん。あんこちゃん。あ。理想さんとヒラリンさん。間違えて昨日のやつに書いちゃった。あ、矢野さんから間違えてる、私。やだ。ヤーノさん、トラワニヒロさん、マリゾーさん、ヒラリンさん、間違えちゃった。これ、あ、やばい、ペン
やばい、ペンがなくなっちゃう。もう終わりだ。見えるかな。もうあとこれしかない。ここのでも水色も少なくなっていったな。そう、このね茶色のペンすごいお気に入りでいつも使ってるなんです。そうなんです。あ、ミエスクさんありがとうございます。なんてわかりやすい。あ、ダメだ、ちょっとミエスクさんからちょっと色変えていこう。写真の購入の名前はショールームのニックネームですか？あ、そうです、そうです。例えば、あ、うまちゃんさんありがとうございます。うまちゃんさんがコメントをしてもうまちゃんでコメントが流れるみたいに、うまちゃんがそう、こんばんはとかのところにうまちゃんって自分のやつが出たら、それはもう写真集買った時もそれで出る。本名、謎に本名とかなんないです。はい、ただ自分が本名で登録してたらニックネームのところも、それはユーザーネームかな、ユーザーネーム本名に知ってたらそれは本名でコメントも流れるし、購入のところも本名です。でちなみに皆さんのお家に届くときはあの本名で届きますよ。あのそう、あ、雄大さんありがとうございます。ちゃんと雄大さんちもひらがなで雄大様へじゃなくて、ちゃんと本名の苗字付きのちゃんとした自分が登録した名前で届きますよ。ただその本名は私はあの知らないです。はい、のでご安心ください。私は皆さんの住所も本名もショールームで買っても、そのまた私はそこまでは知らん、わからないようにはなってるのでご安心ください。第三者にはさ、個人情報って渡されないじゃん。私はその多分第三者側になるから、そういう時ね、私が入れて私が発送してるわけじゃないから、はい、そこは多分そう、それのスタッフさん、ショールームの方かなが多分やってくださるので。よしのりさんありがとうございます。ですです。40分になりました。あ、ちなみに多分ファンレターとかでもみんな住所とか書いて、自分の住所とか書いてるところも多分黒塗りとかになって、みんなのなんか個人情報が私に届かないようになってます。そう、例えばだけど私と文通したいって言って自分の住所書いてくれてても、多分そこはそのなんか個人情報になっちゃうので、ちょっと私にはそう届かないようになってます。です、なってますです。そう、こんな感じですね。文通したいけど、みんなと、あ、会員証は本名でしょ。そう、会員証は本名の下の名前かな。どこまで私が知れるのか分かんないけど、うん、です。リレイヤーさん、ありがとうございます。
お腹空いたの。私夜ご飯何食べたっけ。ちょっと待ってね、思い出す。でもね、食べた。サラダ。思い出した。マルビーさん、ありがとうございます。でも私ね、夜ご飯ちょっとね、早いね、時間に食べちゃったの。だからちょっと忘れてた今。私健康的だ。そう、健康的。だから多分ちょっと今お腹空いてる。ちょっと早い時間に食べたし、サラダだったから。でもサラダもね、山盛り食べたよ。いっぱい食べたんだけど、お腹空いて、なんか食べてないかもぐらいだったけど、嘘だった。私のお腹に嘘つかれた。疲れちゃった。なんかすいた。持ったって。そう、お腹が持った。え、食べてなくないって。UFO 食べたくなってしまった。最高すぎる。この時間の UFO 最高。最高。私、からしマヨネーズがすっごい好きで、家で、実家で焼き、カップ焼きそば食べるとき、自分でからしマヨネーズを作ります。小皿にマヨネーズとからし入れて、混ぜて、その、からしマヨネーズついてるんだけど、プラスするからしマヨネ、自作のからしマヨネーズぐらい、からしマヨネーズ好き。そう、です。自作する人初めて聞いた。なんか、そう、追いからし、そう、追いからしマヨネーズいっぱい入ってるんだけど、もっと欲しいってなるんだよね。そう、からしマヨネーズ売ってないって。多分ね、探したら売ってるんだけど、からしマヨネーズをかける時って別にカップ焼きそばとか焼きそばでしかかけないから。私、からしマヨネーズだったら多分からしとマヨネーズ混ぜた方が、そう、いい。冷蔵庫に優しいし、多分ね、私からしないんだよね。でも実家にさ、実家って本当に何でも入ってるじゃん、冷蔵庫に。もうからしとマヨネーズが入ってないわけないじゃん。でも私ね、確かに自分の冷蔵庫からしないんだよね。マヨネーズあるかな、ないかな。私ね、本当に冷蔵庫を整理するたびに、もうね、調味料めっちゃ賞味期限切れてて、そう、そう、なの。賞味期限、賞味切れがち、冷蔵庫の中のものが。チーズとかも先月じゃんこれみたいな感じになるぐらい、あんまりね、冷蔵庫をね、そんなに開けないかもしれない。あ、マサさん、ありがとうございます。カッシーさん、ありがとうございます。使い切れんよね。え、そう、使い切れんし、あとはその、私毎日自炊しないから、多分毎日自炊しない人あるあるで、冷蔵庫をね、そんなに
開けないし、調味料そんなに毎日使わないから、あのそうなの、なんか買ったものがよく見るともうどんどん賞味期限切れていっちゃうんだよね。そうなの、あるある。たまにその自炊しようって思った時にこれもしかしてと思ったら切れたりするんだよね。うん、ミサッティさんありがとうございます。でも私そのそうだ、イオドリンクをちゃんと、イオドリンクっていうか、そう翼とかコンサート前1日4本とか飲んでたけど、ちゃんと終わってからそんなに飲んでないからねさ。そう、今日も飲んでないし、今日も飲んでないし、そう安心して、今日お茶だからちゃんと偉いそうちゃんと、そう頑張るとき、頑張らないといけないときと、そうカフェイン中毒になっちゃう、そうなんかもう大丈夫、もう飲まないとやってられないよみたいなものないから安心してさん。そう必要な時は必要とするし、そう大丈夫、安心して。そうみんななんかもうずっと飲んじゃうんじゃないかなとか思ってた方もいると思うけど、私がもうずっと配信で飲んでたから安心して。あ、みなゆさんありがとうございます。安心して、よかった安心。そう気になってました、通常運転。あのコンサートの内容見たら空飲むわな。そうだね、体力的にも頑張らないといけなかったから、そう いやーでも本当に今週も充実でした、ありがとうございました。あ、スタジオ推し福ちゃんさんありがとうございます。嬉しい、なんか昨日、ね、お話し会の合間さ一回買えなかったし、終わってからもね配信してないから、なんか昨日お話し会に来てくれた人とかも予約してくれて嬉しい、
嬉しい。ありがとう。ありがとう、ありがとう。昨日も今日もありがとう。ずっとずっとありがとう。ぼちぼちと咲いてください。ありがとう、ありがとう。ピャしかったな今週も。あ、そうだ、今日日曜日で明日から月曜日で何が変わるかというと、でで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 、で新しいやつが新しいやつがカピコ今ね、ハイパー2、あ、待って、ハイパー3にする。今から。食事、そう、夜ご飯も渡します。カビゴーいいな、カビゴンカレー食べてる、いいな。そのカビゴン育てたら出たら一週、あっという間に1週間経っちゃう。で来週からさ、明日から新しいポケモンが出る。イワーク、そう、あさってからなんか14日からって、14日から、あ、ハイパーさんになった、ご飯あげたら、やった。14日から、ちょっと待って、自分で見てみよう。ちょっと待ってね、お知らせ、あ、イワーク、ハガネール、あ、14日の15時からだ、やっぱり月曜日からじゃないんだ、火曜日からだったね。トープ洞窟だって。あ、私今洞窟にいる気がする。これあれ、私今どこにいるんだろう。あれ、これどこにいるってどこでわかる。あれ、私今どこにいるんだろうこれ。あさってだね、あさってだ。あ、あ、書いてた。これどこでわかる？今どこにいるって。背景がどうかみたいな。文字で見れないのかな。あ、違うわ。どれで。わかるんだろう。そういえば、わかんないな。
まあでも多分今岩らへんにいるけど。からマップ、さすが、もう私が諦めてアプリ閉じちゃったのに。マップ、ほんまや、あ、私洞窟にいる今。え、洞窟だっけ、さっきのさあやつ、じゃあ来週もとか明日からも洞窟にいればいいんだよね。へえ、なんか意外と全然新しい寝顔と会えなくって、そう、新しいポケモンともだし、新しいポケモンと新しい寝顔とあんまり会えない最近。でもなんかカビゴンの評価が上がっていくにつれて、なんか新しいの一匹二匹来たりするから、そういうことなのか、ね、そういうことなのか。ハイパー3まで行きました今週は。来週マスター行けるといいな。あ、あと20分だ、大変、あと20分であんこちゃん特典としてなくなります。よろしいですか。
今ねゆったりしてた。ゆったりゆったり。はあ。ゆったりの時間がなくなっちゃうな。まあそうだからファンクラブとかでまたできたらいいな。聞いてみよう。ありがとう。こんばんは。チョルホッチャさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ミリに冠番組持ってほしいね。いろんなことができたらいいな。頑張るよ。そう、話し変えればたくさん役する。ありがとう。あれだね、いろんなところでじゃあ私もやりたいですって言えるように、そういろんなところで結果が出せるように頑張るね。そう、多分きっと配信続けてほしいですとか言ってくださったりとか、なんかイベントやってほしいですとか言ってくれるのはすごく嬉しいけど、じゃあ私もイベントあったら来るって言ってるんでっていうより、なんか続けたらみんなチャンネル名でチェックしてくれるって言ってるんでっていうより、こんなに配信今しててこんなにみんなチェックしてくれるんでだったりとか、そう配信してもみんなこんなにチェックしてくれるからお渡し会とかやりませんかとか言えちゃうし、そうなんか自分のやりたいことだったりとか、なんかそうみんながやりたいこととかって、その今こうなのでっていうプラスのことがいっぱい入れた方がきっとなんかそうだねって言ってもらいやすいと思う。そう、それって私のわがままでやりたいんですじゃなくって、今こうなのでっていう、そう実績あれば、そうだね、そうだからみんなもこうやってほしいなって思うことがあったら、そのそうみんなも一緒に頑張ってもらえたらよりいろんなことが実現すると思うし、でもまあ私も頑張るよいろんなこと、もちろんそうかなって思う。それはきっとそう、そう、それはね前の写真集の時にねすごい思った。そうなの、だからみんなもなんかこう言ってくれるのは嬉しいけど、一緒に何かアクションを起こしてくれたらもうめっちゃ一番の近道。お互いが頑張れば、そう、かな。まあでも別にそう全然そうそこまでじゃないって思う方はもう全然そこまでじゃなくていいよ。そう全然
絶対こうしろみたいなのはないです。なんか楽しいのが一番だから。そうだね、そう。ただ卒業するっていうことは、私はアイドルじゃなくなるので、今までと同じことを求められても、それはアイドルだからとっていうのもあるかもしれない。それがきっと卒業してアイドルじゃなくなるっていうことだと思う。そうから、その今までと同じことを言う、こういうのやってほしいなって言ってもらっても、そう、それはアイドルだからだったかもしれないかもしれない。それはでもそれで、あ、じゃあそういうことしてくれないんだったらもういいよってなっちゃうなら、うん、それはそこまでのことなのかもしれない。それがアイドルじゃない滝野由美子を応援するっていうことなのかもしれないかもしれない。そうかな。目指すところが変わるからね。そうだね、そう、きっと今までみたいに全く同じようにっていう活動じゃないと思うよ。きっとそれは分かってくれてる人が多いけど、そう、だからそうだね、きっとそれでなんかこういうことしてくれないならいいです、なんでこういうことしてくれないんだって多分なっちゃう人もいるんだろうな。でもそれはそれがアイドルじゃなくなるっていうことだと思ってるので、それがそういうことがあると悲しいけど、でも仕方がないと思う。そう、まあでも大丈夫、言っても分かんない人もいるから大丈夫なんだろう、いい意味でって、いい意味でって何でもつけたらいいわけじゃないけどなんだろう、そう、私はなんか、そう、分かってくれる人が分かってくれたらいいから、そんな、そう、100人って100人に分かってもらうわけじゃないし、100、よく言うね、100人いて100人が私のこと好きなわけじゃないからね。そう、なんかそういうなんちゃらの法則みたいなあるよね。あ、毎回焼肉は今月中に開催できそうかな。もうそれは、そう、それはやりましょう。それはもう絶対それは絶対やろう、食べよう。あ、Qさんありがとうございます。え、Qさん初めじゃないですか。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。報告お願いしますね。それ絶対報告して、みんなで写真も撮りたいし、楽しみだな。そう、まあそうだね、うん、食べてね、焼肉。そう、もうそれ食べたい、みんなが頑張ってくれた焼肉だから、マイカー焼肉いっぱい食べるぞ、いっぱい食べるぞ、いっぱい食べてくる、いっぱい食べてくる。肉争奪戦になりそう。もう1個争うんだったら2個頼もうそう、2個争うんだったらもう人数分頼もうね。
そういういろんなことをこれからやってもらえることが私も当たり前じゃなくなっちゃうから、例えばお話し会だったり、握手会もそうだけど、お話し会ってさ、今まであるのがさ超当たり前だったじゃん。もうシングルあったらもうなんかお互い多分運営の方もあるのが当たり前だったし、私も当たり前だったし、私がやってくださいって言わなくとも当たり前にあるものだったじゃん。けどこれからって当たり前じゃないんだよね。 CD なんてないしそう、会いに行けるアイドルだったからね。そうし、なんか本当にそう、そんな感じで、そうなの、 CD は出さないです、出さないです。需要も供給も何にもなさすぎてさそう、もしあるとしてもファンクラブなんかミニライブとかじゃない、もし100ページだってやるとしても。そう、分かんない。確かに公演があるとかももうないしね。そう本当にそうだね。だからみんな本当にそうなの、きっと卒業するってそういうことなんだと思う。今まで逆にだから当たり前にやってくれてたこと、マネージャーさん、スタッフさん、運営の方が、そうリリースイベント、そうリリースイベントもないです、コンサートもないです、手が届かなくなってしまうなどうかって思うところのファンクラブなのよですそう、そうきっと毎月の生写真とかもうないです、予定はそう、そういう、そう CD もないし、そうただそうファンクラブはある、新しく。あと何ができるだろうな、まあそうだね、ファンクラブイベントとか、アクスタも出さないな、そんな月一でとかはないと思うよ。あったとしてもなんかその当たり前にあるんじゃなくて、めっちゃみんなが例えばその求めてくれて、私もいやめっちゃ作りたいってなって、ただできるだろうし、そこでみんながめっちゃチェックしてくれたらまた次もやろうってなると思うよ。そうと、そうこっちが行動に移しても、みんなが行動に移してくれなかったら、あこれは意外とみんな求めてないんだって判断されちゃうこともあるからね。そう私一人のもので判断されちゃうからです。だからもうみんながあこれめっちゃいいってなったらめっちゃチェックしてほしいし、そうなんかリアクションとかも欲しいし、それはそうないと本当に分かんないくなっちゃうよ。お互い楽しいことしてこうということで、男女読みます。13位ウルフさん、ありがとうございます。カムサハムニダー。
12位ミンミンさん、ありがとうございます。11位マサシさん、ありがとうございます。10位エリオルマルさん、ありがとうございます。9位ヒーロさん、ありがとうございます。8位シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。7位オンタさん、ありがとうございます。6位ブンさん、ありがとうございます。5位スプーンさん、ありがとうございます。4位ヒデ様さん、ありがとうございます。3位カサオキさん、ありがとうございます。2位バリーさん、ありがとうございます。そして1位はマサノンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あんこちゃんもいいですか、いいですか。やばい、あと2分だって。そうだから、こういう生写真とかも、あ、この生写真結構人気あるんだってなったら、なんかそう思ってもらえるしね、ね、そうです。単純に言えばそんな感じだし、みんながショールームでいっぱい写真集チェックしてくれたら、あ、そう、じゃあ何回か配信するって言ってもらえることがあるかもしれないし、いいんです。なのでみんな、あ、危ない、私今もう12時になっちゃうかと思った。よかった、あと1分だった、びっくりした、今そわってなった、よかった。よかった、まだ大丈夫だ。ちょうどこの秒針が上に来たところで59だったか、終わっちゃうってなった、よかった。みんなにお休み言えるよ。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよ、ウェリー。それではおやすみなさい。明日の絵柄は、明日からのこちらです。海です。夕日にの海です。おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ。